ハレルヤハレルヤアメンハレルヤアメン、こんばんはこんばんはこんばんは、ハレルヤアメンアメン、ハレルヤ、お元気でしょうか、お元気でしょうか、アメン、ハレルヤ。今日は朝寒かったですね。朝寒かったですけど、まあこのぐらい涼しくていいですね。はい、お元気でしょうか、お元気でしょうか。アメン、アメン。はい、今日はですね、ちょっと過激的なタイトルなんですが、まあ、ちょっと難しいタイトルなんですね。なぜわざわざ荒れるタイトル。なぜわざわざ荒れるタイトル。やっぱりね、これはね、そのリバイバルのためにもね、とても大事なポイントなんですよ。だから私はね、こう、わざわざですね、この、まあ、なんていうんですかね、このトラブルを起こすためにやってるわけじゃなくてですね、日本のリバイバルのために非常に大事なポイントなんですね。だから結局のところですね、その霊的な戦いなんですね、霊的ね、霊的な戦いがとても大事なんだよということですね。まあゆっくり説明します。まあ大体皆さんもうすでにご存知だと思うんですが、繰り返し繰り返しね、やってますので大体ご存知だと思うんですが、はい、それではですね、始めていきたいと思います。靖国参拝によって日本経済が悪くなる、ね、靖国参拝によって日本経済が悪くなる。自民党総裁の安倍さんですかね、安倍さんとか、あと二閣僚かな、畑雄一郎さんかな、なんか二閣僚かなんか、ちょっとはっきり覚えてないんですが、まあ、とにかく3人ぐらいの人が靖国参拝したんですね、最近ね。3人ぐらいの人が靖国参拝しました。そしたらですね、中国の人たちが非常にこう反発したというニュースがありました。あ、畑大臣と、これなんていうんですか、下地っていうんですか、下地大臣かな、まあ、その中国が反発したということですね。結局ですね、これは本来はですね、あ、小太郎さんありがとうございます。本来はこれはなんか一見政治問題じゃないですか、宗教問題じゃないですか、ね、要するに信教の自由があります、ね、信教の自由があるから、そのいちいちその宗教のことを口出すのは本来はおかしいわけですね。だからその日本経済、例えばその中国が反発してね、靖国参拝に 反発して、で、まあその不買運動とか反日運動が起きて、まあ、経済が悪化する可能性があるわけですね。もうすでに尖閣諸島で、かなりこの日本の国産車がちょっと落ち込んだらしいですし、それから日本製品の不買運動もあって、そしてまた飛行機もだいぶ減っちゃったということで、かなり、まあ、日本だけじゃないですよ、中国もそうですよ、日中双方とも経済がこのマイナスになっちゃったわけですね。かなりのマイナスだと思うんですよ。もう日本はもうそれでなくたってもう経済がいつもさっちもいかなくてですね、もう本当に最悪の状況なんですが、さらに今回の尖閣諸島の問題でかなりですね、日本経済は悪くなったわけですね。そしてまた今度はその靖国参拝ということによって、さらにまた反発して、さらにその経済が悪くなる。しかしその経済が悪くなるからといって、その宗教問題云々っていうのは本来は違うわけですね。宗教っていうのは本来経済と関係ありませんから、信教の自由ですから、まあ、中国が何言ったってそれは信仰の問題ですからね、
誰が靖国参拝しようと、それは本来は自由ですから、その靖国参拝のその信教の自由にうんぬんと言ってることではないんです。あのキリスト教なんかもそうですかね、キリスト教がやっぱり命をかけてね信仰を持つっていうのは政治問題とか経済問題関係ないわけですね。その信仰っていうのはそういう純粋な問題ですから、経済が悪くなろうと関係ないわけですね。だからそういう宗教問題を私が言ってるわけではなくてですね、その靖国参拝というものがね、なぜ中国がそう言って反発するかということの中で、日本の問題点を浮き彫りにして、でその日本の問題点の中でリバイバルを考えましょうというのが今日のテーマであって、その経済の問題、政治の問題ではないんだというふうに、まあ、ぜひ分かってほしいと思いますね。それではですね、なぜ靖国参拝によって中国が反発するか、これはすごく深い問題なんですよ。これはもう本当にですね、霊的な問題です。じゃあ皆さん、まずテストですね。テスト、なぜ中国は靖国参拝に、まあ、韓国も含めて反発するんでしょうか。はい、その理由、中国韓国はなぜ靖国参拝に反発するんですか。その理由を書いてください。理由を書いてください。大事なテストです。日本が嫌いだから、ちょっと違うな。偶像崇拝が悪霊を呼び寄せているから、これはいいですね。永久戦犯が合祀だったっけ、これ合祀されているから、はい、日中戦争があるからね、崇拝すべきでないものを崇拝してるから、ピンポン。侵略戦争を肯定してるから、ピンポン。素晴らしいですね。皆さん、過去の大量虐殺者を崇拝してるから、戦争を肯定することだから、ピンポン。日本が過去に大きな罪を犯したから、ピンポン。まあ、皆さん素晴らしいですね。英霊という偶像を崇拝しているから、ピンポン。過去の戦争を反省せずに祭り上げているから、ピンポン。わあ、私よりもすごいな。私よりも皆さんの方が正解ですよ。国家神道はキリスト教に反するから、まあ、中国の人たちはね、あのキリスト教の人もいるけど、ほとんど違いますよね。侵略し、略奪し、殺戮しまくった悪霊を崇めてるから、まあ、そんな感じでしょうかね。侵略戦争を正当化してるから、そうですね。はい、皆さん当たってますよ。正解です、正解ですね。はい、正解です。じゃあですね、もう一度ちょっとこうまとめていきたいと思いますね。アジア諸国に日本がきちんと謝らないから、ピンポン。そうですね。なぜなぜ中国がですね、中国がその靖国参拝に敏感かということなんですが、これはね、加害者の日本人からすると分からないんですよ。その被害者の立場に なって初めて分かるのね。加害者の日本人はね、なぜ中国がそんなことでピキるのかって分からないわけですね。だけど被害者の立場からすると分かるんです。なぜかというとですね、結局、まあ、中国の方がひどい目にあったわけですね。日本がひどい目にあったんじゃなくて、中国がひどい目にあった。これはなんとなくわかりますか。で、そのですね、まあ、わかりやすく言うと、要するに靖国参拝
とか天皇崇拝が、靖国参拝、天皇崇拝が戦争の原因と言ってもいいんですね。戦争の動機と言ったらいいのかな。その日本の戦争の動機が靖国参拝、天皇崇拝が動機で戦争が始まったというか、要するに戦争の動機がそこにあるんだという、戦争の動機がそこにある。だから中国からすればね、その戦争の動機である靖国参拝を今やられてるということは、もう一度戦争がね、もう一度侵略戦争があるかもしれないと言って、まあ、恐れてるわけですね。恐れてる、恐れてるし、また、その過去は何だったのかと、ね、同じことやってるのは何だったのかという、それは被害者からすればそうなんだということですね。なんて言ったらいいのかな、要するに反省してないっていうか、悔い改めてないというか、同じことやってる、戦前戦中と同じことやったら、それは中国韓国は嬉しくないんですよ。嬉しくないね。要するに何ですかバックスライドじゃないの、パニック障害パニック障害っていうか、過去がこう、なんていうの、連想させられるというか、まあ、そういうわけで、その、要するに靖国参拝っていうのは、過去をね、過去を思い出すというか、過去を引きずってるというか、なぜまた日本は同じことをやろうとしてるのかという、そういう、要するに宗教的な問題というよりも、宗教の問題というよりも、その彼らにとっては、なんて言うんでしょうかね、トラウマですね、トラウマ。だから中国の人、韓国の人にとってはですね、靖国参拝はトラウマなんですよ。トラウマ。皆さんトラウマ持ってますか？トラウマ持ってる人は分かるけど、そのトラウマをですね、こう思い出すの嫌なんですよ、ね、過去のね過去嫌なことがあった人がその過去を思い出すっていうのは嫌ですよ。嫌です。でもそういうわけで、靖国参拝っていうのは信仰の問題というよりも、信仰の問題というよりも、その被害者に対して私たちは本当にその、傷ついてるね、傷ついてる韓国の人たち、中国の人たちに対してですね、本当にトラウマがあるということを理解してあげるね、心の傷があるということを理解してあげることが愛じゃないかなと思うんですね。だから本当に愛がある人は、そういうことはですね、やっぱり中国の人をまた傷つけたり、韓国の人を傷つけたりするのをやっぱり しないと思うんですよ。しかし中国の人を憎んでたり、韓国の人を憎んでいる人たちは逆にしたいわけですね。中国の人とか韓国の人を憎んでる人は逆に煽りたいというか、逆にこう、なんていうかな、傷口に塩を塗るようなね、傷口に塩を塗りたいと思っている悪意なんですよ、悪意。要するに中国を憎んで、韓国を憎んでるから、ね、その古傷の塩を塗りたいわけですね。で、それは悪意ですよ。それはとんでもないことですね。とんでもないこと。だから、私たちはですね、やっぱりその私たちが加害者なんだから、加害者だから、やっぱりそういうその被害者のね、トラウマをですね、やっぱり癒されることを考えなきゃ、ね、癒してあげることを考えるべきだということですね。被害者の心をに本当に癒してあげるような、そういう対応が必要だということですね。そして靖国神社っていうのはですね、普通の神社と違うんですよ。靖国神社っていうのはね、まあ戊辰戦争以来かな、日清日露の、戦争の時の、まあ、戦死者っていうか、その兵士のね、日本兵の戦死者のを祀る特別な、要するに戦争で死んだ兵士の神社で、普通の神社と違うんです。
だからその戦争で亡くなった兵士を祀るということは結局その戦争を肯定するような傾向にあるわけです。そうでしょ。その兵士を守あの祀るということは日本のために死んでくれた、祖国のために死んでくれた、ね、天皇のために死んでくれた、本当にありがとうございますという、そういう感覚がなるわけでしょ。だけどということはもうその日本の戦争を全部肯定することになっちゃうんですね。すべての戦争があの戦争してよかった、負けたとしても勝ったとしてもその日本のために死んでくれたということで、まあ、お礼を言うわけですね。ということは靖国神社の性格上どうしてもその戦争を肯定するわけです。でその戦争を肯定するということの中で中国韓国は起こるわけです。なぜかというと中国韓国にとっては被害者ですから、その戦争を肯定したくないわけです。戦争を否定したいわけですね。あの戦争がなかったらどれほど良かったか、被害を受けたんだからね。だからそういうことで中国韓国はそのあの戦争を否定したいわけですね。日本が間違った戦争だって当然思うわけですね。間違った戦争だ。ところが靖国参拝するということは戦争を肯定してしまうという、そこに大きな問題があるんだということですね。それはすごく深い問題だということです。で私たち日本人にとってもですね、私たちはあの、まあ戦後教育はね、戦後教育は侵略戦争だということで戦争を否定する教育が行われたので、私ぐらいの世代はみんなあれは侵略戦争だって思うわけです。ところが一部の人はあの戦争は良かったって肯定したい、まあ、そう肯定する気持ち分かりますよ。あの自分が間違ったとか、ね、悪かったとかいうのはやっぱりなかなか勇気いりますからね。自分は悪くなかったとの方が言いやすいじゃないですか、ね、自分の罪を認めるっていうのはなんかちょっと恥ずかしい感じがして勇気いるんですよ。だけどどう考えたってあれは悪いことなんですから、やっぱり謝罪するべきだし謝るべきだし、そもそも日本の憲法はもう それがゆえにね、あの戦争がゆえにもう戦争放棄、軍隊放棄でしょ、戦争放棄、軍隊放棄の平和憲法じゃないですか。ちょっと軍隊持ってますけどね、もう憲法で軍隊持たないっていうのに軍隊持ってる、もうこんな矛盾おかしいですよね。もう小学生でも分かるような矛盾が平気でまかり通ってる、これ私は恥ずかしいと思うんですが、せっかく憲法で軍隊を放棄してるというのに なぜ軍隊があるのみたいなね。やっぱりですね、人間はなかなかそこのところがですね、非常にこのなんていうんですかね、正しくないと思うんですが、まあ、とにかくですね皆さん、とにかく中国の人、韓国の人が反発する理由がちゃんとあるんだよということですね。反発する理由があるんだよということですね。で、そういう政治家がですね、政治家がまあそういうことをする。まあ、政治家がね、その靖国参拝する理由ね、まあ、私正確にはちょっと言えないかもしれないけど、やっぱり遺族会とか、そういう票のためにやってる部分もある。特に自民党はそういうところがあって、自民党はそういう遺族会とかそういうことの中で、その、票のためにやってる動機もあるんじゃないかと思うんですね。何しろその自民党っていうのは、まあ、そういう戦前戦中のね、その政治家の流れがちょっとあるので、どうしてもそういう、まあ、右翼的っていうか右翼的な政党になってるわけですね。まあ、民主党もそういう人たちもいるけど、意外と民主党はもうちょっとこう薄いっていうかね、そういう右翼的に民主党の方がちょっと薄いんじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、そういうわけでですね、まあ、靖国参拝は日本経済が悪くなるからやめましょうという議論ではないんですね。日本経済が悪くなるからやめましょうという議論ではなくて、まあ、確かに反日とか靖国参拝によって中国、韓国が反発することによって日本経済が悪くなるということはもう明らかなんですが、だから靖国参拝やめようということではないんです。
でも日本経済が悪くなるのは困りますよね。日本経済が悪くなるのは困ります。で、大事なのは要するにもっと最悪なのは戦争しちゃうことですね。戦争しちゃうともっと最悪ですね。もう戦争ってのは破壊しかありませんから、もう経済が悪くなるどころじゃなくて、もう日本が滅んじゃうわけですね。で、日本がですね、戦争に負けて、まあ、原爆が落ちました。で、大都市がみんな焼け野原になりました。で、結局この靖国参拝によって、靖国参拝とか、天皇崇拝によって、確かに日本はもうほとんどボロボロになっちゃったわけですね。もう滅びる寸前だったわけです。そこに問題がある。そこに問題、つまり私が言いたいのは、偶像崇拝によって、偶像崇拝によって国が滅びるよということを言いたいわけですね。偶像崇拝によって国が滅びる、つまり、靖国参拝とか天皇崇拝という偶像崇拝によって日本はほとんどもう、滅びる寸前だったわけですね。滅びる寸前ね、それをもう一回やろうとしているという愚かさがまだあるんだ。日本はその偶像崇拝が結局は日本を滅ぼすということを体験しているにもかかわらず、まだ偶像崇拝を続けている愚かしいことをしているんだということですね。今からでも間に合います。まだ日本は滅んでませんから、まだ日本は間に合うのです。日本はまだ滅びてないのです。滅びてないんですから、日本が滅びないために、悔い改めて偶像崇拝を悔い改めましょうというのが、まあ、私の主張です。つまり政治的な問題ではない、経済的な問題ではない、霊的な問題だよ、霊的な問題だよということですね。ぜひ皆さん、日本のリバイバルは悔い改めから起きるんだ。日本のリバイバルは悔い改めによって起きるんだ。個人もそうですね。皆さんも、救われるためには、自分の偶像崇拝を悔い改めて、自分の、生ける神に立ち返ることを聖書は語っています。アメン。皆さんがね、皆さんの個人的な偶像崇拝を悔い改めて、個人的な偶像崇拝を悔い改めて、そしてイエス・キリストを信じるときに、許されるのです。救われるのです。許されるのです。救われるのです。それと同じように、日本も同じなんです。日本も偶像崇拝を悔い改めて、偶像崇拝を悔い改めてイエス・キリストを信じるときに日本のリバイバルが起きるのです。悔い改めてこそ新しい一歩を踏み出せるんです。アメン。アメン。アメン。そういうわけで、その私たちは中国と韓国と仲良くしなきゃいけないんですね。戦争はまさに、破壊です。破壊、皆さんは戦争を体験してないかもしれません。私ももちろん、私も戦後派ですから、私も戦争は体験していないですが、戦争によって破壊しかないんだということはなんとなく想像つくと思うんですね。戦争によって破壊しかないんだということはもう皆さんは、想像つくと思うんですが、聖書では何と書いてありますか。ローマ12の18、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。17も読もうかな。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。全ての人と平和を保ちなさい。皆さん、物事の繁栄、経済の繁栄はやっぱり、平和なんですね。平和こそですね、物事の繁栄なんです。で、争いとか戦争というのは破壊です。破壊ですから、中国と悪い関係ということは、経済が悪くなるし、
お互いに益とならないんですね。日本が繁栄するためにも中国が繁栄するためにも、平和の方がいいわけです。平和の方がいい。当たり前といえば当たり前なんです。当たり前といえば当たり前なのです。じゃあなぜ争うんですか。それは人間の罪です。また偶像崇拝です。偶像崇拝とか罪というものが結局敵意悪意になって、敵意悪意になって、それが平和を壊すのです。皆さん、私たちは賢くならなければなりません。賢くならなければいけません。平和とは許し合い愛を行うことだと思います。平和とは許し合い愛を行うことだと思います。私たちは今日本はですね、経済的に非常に悪い状況なのに、なおかつさらに争うなんて、もう愚の骨頂なんですね。愚の骨頂。私たちは中国と仲良くし、韓国と仲良くすることの方が、日本の繁栄であり経済の安定なんです。そのためには敵意と悪意を捨てなければなりません。皆さんが中国の人を憎んだり韓国の人を憎んでるならば、それは平和にならないんだということですね。平和にならない、平和にならないんです。で、靖国参拝によって中国が反発するということはね、それがやっぱり平和にならないということを当然理解するべきなんです。理解するべきなんです。はい、皆さん、ぜひ真理を理解してください。真理を理解してください。偶像崇拝が、平和を壊す、偶像崇拝が経済を壊す、ね、偶像崇拝がですね、偶像崇拝がいかにいろんな悪い影響を受けるか、靖国参拝と天皇崇拝が戦争の原因だよということですね。靖国参拝と天皇崇拝が戦争の原因なんだから、また戦争するなんてとんでもないことなんだ、ね、また戦争するなんてとんでもないことだというね。ですから皆さん、賢くなりましょう。賢くなりましょう。戦争の原因は何か、多くの人はまだ知らないんですね。多くの人は戦争の原因を知らないんです。戦争の原因を知らないんですね。その戦争の原因は偶像崇拝なんだよということですね。戦争の原因は偶像崇拝が原因だということですね。はい、それではですね、英語いきましょうか。英語ね、マルコ、マルコ4章、マルコ4章の22、マルコ4章22。 For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. 隠されたもので表されないものはなく、隠れているもので、隠れているもので開かれないものはないという、何でも結局オープンになるよということですね。隠れているものは必ずオープンになるよということですね。皆さんが悪いことをしたら必ずオープンになるというね、隠しきれないよというね、皆さんが悪いことをしても隠しきれない、必ずオープンにされる、暴露されるということですね。だから悪いこと しちゃいけないよ、悪いことをしても必ず暴露される、いいことはいいんですよ。いいことは、まあ、いつか評価されるということでしょうかね。ですから皆さん、必ず隠されたものは、暴露されます。ですからいいことをしましょう、いいことをしましょうね。 For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open、ね、全てのことが明らかにされます。特に最後の審判の時ですね、
この最後の審判の時、私たちの言ったこと、そして、してきたこと、ね、全部オープン、暴露されます。皆さんの人生全部が暴露されます。悪いことをしてきたこと、ね、隠れてやったこと、全部暴露されます。皆さん全部暴露されますよ。すべて、隠れてるものは全部暴露されますので、今から悔い改めて、今から悔い改めて、イエス様に悔い改めましょう。今から悔い改めて悪いことはやめましょう。悔い改めて悪いことをする、やめるのですね。暴露されてもいいようにしましょう。ね。すべて暴露されてもいいような生き方をしましょう。神様に対してオープンに生きるんですね。神様に対してオープンに生きる。これがとても大事なポイントではないでしょうか。はい。それではですね、明かしタイム行きましょうね。明かしタイム行きましょうね。偶像崇拝が戦争を起こし、偶像崇拝が経済を悪くすることが分かった証。偶像崇拝が、戦争を起こし、偶像崇拝が経済を悪くすることが分かった証。スタート。竹島尖閣は偶像そのものです。靖国には二度と行きません。中国と韓国に対して悔い改めようと思います。君が代を歌うのをやめました。以前は日本が正しいと思ったけど、今はキューちゃんが正しいと分かった。に中間に悪いことしたなと思います。靖国神社は偶像崇拝だと分かりました。今日の放送で日本人でいることが恥ずかしいと思いました。偶像崇拝やめて韓国に謝罪しようと思った。靖国神社には神がいないと分かった。まずアジアに謝罪が必要です。慰安婦に謝罪することから始めるといいと思います。謝罪すれば救われると分かり、気が楽になりました。キューちゃんの話を聞いて、祖父にすら嫌悪感が湧きました。一刻も早く謝罪することが経済の回復だと分かりました。南京の謝罪をして謝るべきだと思います。謝罪する勇気は愛を感じます。イエス様のみ愛しか世界を救えません。この放送を聞いてからおじいちゃんが右翼にも燃えてきました。日本人には謝罪する勇気は足りないと思います。
イエス様を通して友好関係を築くべきです。健康になりました。キューちゃんの思う心に感動しました。日本は靖国神社を破棄して中国と和解すべきだと思いました。日本は韓国と中国の言うことを聞くべきだと思いました。卒業式で君が代を歌わないようにします。改めてイエス様が全てと分かった。日本はイエス様の国だと思った。キューちゃんの放送に出会えて本当に良かったです。この放送を見たので今日はよく眠れそうです。旧バージョンになってキューちゃんもバージョンアップしましたね。日の丸を国旗だと認めません。この放送を聞いてから目覚めがすっきりしました。この放送で日本人の罪が分かりました。君が代を歌うのは恥ずかしいことだと分かりました。過去を謝罪する勇気が必要です。総理大臣は靖国参拝をやめるべきだと思いました。きっと戦争を食い改めることも神が喜ばれることなんだと思います。天皇制を廃止すべきだと痛感しました。歴史を勉強し直そうと思いました。中国がピキるのも当然だと分かりました。天皇は必要ないということ、この放送で一人でも多くの人が自らの罪に気づいてほしい。アメン。外国人の人権に配慮すべきだと思いました。アメン。中間の人たちに謝って回りたいです。アメン。日本人は天皇という偶像崇拝をやめるべきだと思いました。アメン。世界中の人に見てほしい放送だと思いました。アメン。韓国の言ってることが当然のように思えてきました。改めて日本人に生まれてよかった。竹島も尖閣もあげるべきだと思います。アメン。
カリスマの素晴らしさを今回の放送で理解できました。アメン。日本は天皇制をなくすべきです。アメン。日本人は罪を自覚すべきだと分かりました。アメン。日本に住んでることが恥ずかしいと思いました。この放送で日本の真実が分かりました。他の放送、戦争は決して忘れてはいけない罪なんです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメン。アメン。イエス様は日本の罪を許してください。祝福してください。イエス様は日本を愛しています。イエス様は日本を愛しています。アメン。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アメン。ありがとうございました。アメン。私はですね、何かこう悪意とか誹謗中傷で言ってるのではないんですね。悪意とか誹謗中傷じゃなくて、日本が本当に良くなってほしい、日本がリバイバルが起きてほしい、日本がですね、中国や韓国と平和になってほしいという、そういう動機で言ってるわけです。決して誹謗中傷ではないんですね。誹謗中傷で言ってるのではなくて、本当に日本が良くなってほしいという、中国と和解してほしい、韓国と和解してほしい、これから戦争が起きてほしくない、これから戦争を起きないためにはどうしたらいいのかということで言ってるわけです。そして霊的な側面で言ってるのです。誹謗中傷ではないんです。誹謗中傷ではなくて、本当に日本が良くなってほしいんです。日本がリバイバルが起きてほしいのです。唯一の生ける神様に祝福されてほしいのです。日本が祝福されてほしいのです。日本がですね、行き詰まっている日本が、ブレイクスルーしてほしいのです。それにはその戦争の問題をそのよく理解すること、なぜ戦争が起きたのか、あの戦争は何だったのか、何が原因だったのか、そういう切り口が必要なんだということです。多くの人はですね、それ分からないんです。その戦争の原因が分からないのです。なぜ戦争が起きたか分からないんです。しかし、今日私が言いたいのは、まさに日本の偶像崇拝、日本の偶像崇拝が戦争の原因なんだよ。偶像崇拝がその経済を悪くする原因なんだよということを言いたいのです。罪は肯定されるものではなく悔い改めるものです。それは個人もそうです。個人もですね、罪を犯したら経済が悪くなります。個人も罪を犯したら人間関係が悪くなりますね。
罪を犯したら喧嘩します。それと同じです。個人も、罪によって、経済が悪くなる、人間関係が悪くとなるのと同じように、国も偶像崇拝によって、罪によって、国も経済が悪くなり、国も、まあ、国と国の関係が悪くなって争うんだ、日本が中国と関係が悪い、日本が韓国と関係が悪い、日本の経済が悪いというのは、そこに日本の罪があるんだよ、そこに日本の、その偶像崇拝があるんだよということなんですね。ぜひそのメカニズムを理解してほしいと思います。そういうわけで、日本が良くなるためには、偶像崇拝を悔い改めるということですね。偶像崇拝を悔い改めることによって、初めて日本は新しいこの日本になるんだよ、新しい祝福を受けるんだよということですね。そういうわけで、私がこのニコ生で、まあ、伝道しているのはそういう理由なんだよということですね。問題点をまずこのしっかりと理解する、診断する、日本の問題点を診断する、多くの人は何がいけないのかわからないんです。多くの人は日本の問題点を知らないんです。何が原因でうまくいけないのか、何が原因でうまくいけないのか、多くの人は知らないのです。知らないんです。皆さん分かりましたね。皆さんは日本の問題点分かりましたよね。はい、日本の問題点は何ですか。日本の問題点は何ですか。分かりましたよね。日本の問題点は、日本の問題は何ですか。そう、偶像崇拝。素晴らしい、素晴らしい。偶像崇拝、偶像崇拝が問題なんだということですね。皆さん、もう本当にそれを深く理解してください。深くね。じゃあ次の質問ね、次の質問。じゃあ偶像崇拝の反対は、偶像崇拝の反対は何ですか。偶像崇拝の反対、偶像崇拝の反対何ですか。そうですね、イエス様崇拝ですね。アメン、アメン。偶像崇拝の反対はイエス様崇拝です。イエス様を崇めることです。イエス様を崇めることです。十字架を崇めることです。これが本当の真理です。これが本当の信仰です。これが本当の繁栄です。これが本当の平和です。皆さんはその偶像崇拝がいけないということを通して真理を理解したのです。真理を理解したのです。皆さんは個人にしろ、国家にしろ、その大事な真理を理解したのです。つまり偶像崇拝ではないんだ、偶像崇拝ではないんだ。イエス・キリストを拝み、イエス・キリストを崇拝し、十字架を拝むこと、これが正しい信仰であり、これが、その真理であり、これが繁栄であり、これが平和だということ、皆さんはもう体験したのです。皆さんはもう体験しているのです。そしてこれは変わらない真理なんです。変わらない真理なのです。こう旧約聖書にですね、特に旧約聖書ね、この旧約聖書には偶像崇拝ダメ、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 偶像崇拝ダメと、もうたくさん書いてあるんですね、旧約聖書ね。もう聖書全体がね、偶像崇拝ダメ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 って書いてあるんです。そして新約聖書ではイエス・キリストこそ救い主、イエス・キリストこそ救い主、誰でもイエス・キリストによって罪が許される、誰でもイエス・キリストを信じれば罪が許される、これがキリスト教です、ね、ですから皆さんの過去の全ての罪が、過去の全ての罪が悔い改めて、罪を悔い改めてイエス・キリストを信じれば、偶像崇拝を悔い改めてイエス・キリストを信じれば、皆さんの過去の全ての罪が、全ての罪が、全ての罪が、全ての罪が許されるのです。許されるのです。許されるのです。
許されるのです。皆さんの全ての罪が許されるのです。皆さんが犯した全ての罪、偶像崇拝の罪、不貧困の罪、中絶の罪、殺人、強盗、詐欺、嘘、あらゆる罪が、親不孝の罪が、全部の罪が十字架によって許されるのです。十字架によって許されるのです。十字架によって許されるのです。アメン、アメン、アメン。そして、私たちは初めて神様に祝福する生き方ができるのです。今までは、神様の祝福を受け損なっていました。十字架によって解放されます。今までは神様の祝福がなかったから、神様の祝福がなかったから人生がうまくいかなかったのです。皆さんが人生がうまくいかなかったのは、罪を悔い改めずにイエス・キリストを信じなかったから、罪を犯し続けてたから、罪を犯し続けてたから神様に呪われていたのです。今皆さんが苦しいのは神様に呪われてるからです。今皆さんが苦しいのは罪を犯し続けているからです。それを悔い改めて、悔い改めて偶像崇拝をやめて、不貧困をやめて、あらゆる邪悪な行いをやめて、イエス・キリストに聞き従うならば、イエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストの弟子として従うならば、皆さんの罪は許されるのです。皆さんの罪は許されるのです。ぜひ皆さん、皆さんが本当に祝福されたいのです。神様に祝福されてほしいのです。もう驚くべき人生を送ってほしいのです。ネガティブな人生ではなくて、ポジティブな人生、絶望の人生ではなくて、希望に満ちた人生、固くなな頑固な人生ではなくて、柔和で優しくて親切な人生。皆さん、イエス・キリストは真実です。福音は真実です。十字架は救いです。誰でも救われるのです。誰でも救われるのです。誰でも救われるのです。皆さんはチャンスなのです。チャンスなのです。救われるチャンスなのです。そして、皆さんがですね、皆さん自身が救われるだけじゃなくて、今度は皆さんが伝道してほしいのです。伝道してほしいのです。もう皆さんはイエス・キリストを信じている人がたくさんいます。もうイエス・キリストを信じている人がたくさんいますが、信じている人は思い切って伝道しましょう。毎日が楽しいです。イエス様ありがとう。思い切って伝道しましょう。思い切って伝道しましょう。思い切って伝道しましょう。皆さん一人一人が思い切って伝道するのです。思い切って、勇気を持って、ね、勇気を持って、恐れないで、恐れないで伝道しましょう。恐れないで伝道しましょう。そうすればもっともっと祝福が来ます。もっともっと祝福が来ます。もっともっと祝福が来ます。皆さん出番です。出番です。クリスチャンの出番です。今日本には働き手が必要なのです。今日本には、その良い福音を述べ伝える働き手が必要なのです。今、神様はその働き手を、求めています。求めています。皆さんは、応募することができます。私を用いてください。私を用いてください。あなたのご用に用いてください。福音のために用いてください。日本の救いのために用いてください。皆さんはチャンスなのです。チャンスなのです。チャンスなのです。皆さん、これから本当に生きる意味を、皆さん、私は繰り返し繰り返し、話してますけど、皆さんは生きる意味があるのです。神様は働き手を招いています。皆さん、中国を憎んだり韓国を憎んだりするのをやめて、中国を愛し韓国を愛しましょう。イエス様はおっしゃいました。隣人を自分のように愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。中国を日本のように愛し、韓国を日本のように愛し、中国、韓国を日本のように愛する。
そこに平和があり、そこに祝福があり、そこに日本の将来があるのです。ですから皆さん、悔い改めて中国を憎むことをやめましょう。悔い改めて韓国を憎むことをやめましょう。敵意を捨てましょう。悪意を捨てましょう。イエス様が、罪を許すということは、敵意を取ってくれる、悪意を取ってくれる、敵意を取ってくれる、悪意を取ってくれるということなのです。多くの人は敵意があるのが当たり前のような、そのような感覚かもしれません。その敵意こそ罪なのです。差別こそ罪なのです。敵意こそ罪なのです。差別こそ罪なのです。それを悔い改めてイエス様に取ってもらいましょう。皆さんの中に、ああ私の中に確かに悪意がある、敵意がある、差別がある、ある、ああこんな惨めな自分を誰が救ってくれるか。今日メッセージを聞いて悔い改めたい人、今日メッセージを聞いて、悔い改めて偶像崇拝をやめたい、敵意悪、差別を取ってほしい、イエス様私を清めてください、イエス様私を許してくださいと心から思う人、アメン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 、心から悔い改める人、アメン。そして伝道したい人、アメン。この素晴らしい福音を、この素晴らしい十字架を、この素晴らしいイエス様を述べ伝えたい人、アメン。社会を良くし人を救うこの素晴らしい福音を述べ伝えたいと思う人、アメン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 。天のお父様、感謝します、感謝します。日本が悔い改めて、日本が悔い改めて中国に謝罪し、韓国に謝罪し、そこに新しい平和が与えられますように。かたくなな日本が悔い改めますように。かたくなな日本の偶像崇拝をやめることができますように。日本を憐れんでください、日本を憐れんでください。まだ戦前戦中と同じような偶像崇拝をしています。中国の人たちを苛立たしています。韓国の人たちを怒らしています。なんと愚かなことをしているんでしょうか。そんなことで日本の経済も悪くなり、アジアの経済も悪くなり、世界の経済も悪くなっています。どうぞ日本の愚かさに気がつくことができますように。敵意を捨てて差別をして、中国を愛し韓国を愛して平和を愛する国となりますように。憲法にはそう書いてあるにもかかわらず、人間の罪は憲法で良くなるわけではありません。イエス・キリストが日本人から日本人の罪を取ってくださいます。今アーメンと言った方々の罪がなくなりますように。今アーメンと言った方々の罪が許されますように。彼らから悪意や差別がなくなりますように。中国人を愛する愛、韓国人を愛する愛が与えられますように。平和を愛する、心が与えられますように。祝福してください、祝福してください、祝福してください。今アーメンと言った方々が信仰によって歩むことができますように。信仰によって歩むことができますように。どうぞ新しい人生を送ることができますように。イエス様どうぞ彼らを祝福してください、彼らを祝福してください、彼らを祝福してください、彼らを救ってください。イエス様感謝します、感謝します。日本を救ってください、日本を憐れんでください、日本の罪を許してください、日本の偶像崇拝の罪を許してください、許してください、許してください、許してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さんありがとうございました。また明日お会いしましょう。シャローンシャローンシャローンシャロン、アーメン、ありがとうございました。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン、アーメン。